はい、そしたらこれ、ね、24番とか26番ぐらいのワイヤーで、こういうふうにミモザをこの先端をまあなるべくこう揃えて持ちます。こんな感じ、ロフサぐらいですかね、見えます、こんな可愛いでしょうね。そしたらさっき取った葉っぱあるじゃないですか、この葉っぱをこの周りにこうつけます。はい、こういう風に葉っぱをつけます。したらこの状態でこれをこうワイヤーでワイヤリングします。まあ巻くんですね、ワイヤーでね、こうやって巻いちゃいます。下側もこうグリグリと巻いて、こういう状態、こういう状態のパーツを作ります。これをいっぱい作ります。はい、ではこのくらいのね量のパーツを作りました。そしたらこのパーツの下のこのワイヤーの部分ですね、ここにフローラーテープっていうこういうテープを巻いていきます。はい、こういう状態にしていきます。はい、そしたら今度はこう18番ぐらいのワイヤーでこうベースを作っていきましょう。ベースを作ってフローラーテープで全部をぐるぐる巻いちゃいますね。まあ結構これざっくりでいいですよ、あのどうせ見えなくなっちゃうんで。ただフローラーテープで巻いといた方が多分あの後々こうくっつくからやりやすいと思いますよ。まあざっくり巻いていきましょう。はい、ざっくり。これを丸めて、でこれを丸めるときに大体そうだな、20センチぐらいのリングがいいんじゃないですかね。なんか20センチ以上になると可愛くないでしょ、あんまでかいの可愛くないよね。20センチ超えていきましょう。そしたらこれにミモザを背負わせていきますね。こういうふうに背負わせていきます。でワイヤーでこう軽く留めていきますね。まあ最初のところはこういうふうに留めて、でどんどん上に乗せていきます。そしたらこのワイヤーでギュッとこう締めていきますね。こういう感じです、見えますか、こうまたさらにこう上に乗せて、でワイヤーで締めます。そしてで足すときになんか上ばっかりつけていかないで、上ばっかりつけていかないでこう下にもこうつけていくような感じ、こう上下上下につけていくと可愛くなりますね。2個ずつ背負わせてから足りなくなるのか、そしたら最悪足りなくなったらリースを小さくすればいいんですよ、まあ、そういう方法も覚えておいた方がいいですよ。やべ、絶対足りねえこれ絶対足りねえからリースを、ちょっとリースを小さくしましょうか。バッツリ切ってリングをこう小さくするんですよ。ワイヤーだから結構どう見でもなるんですよね、こういうところね。こうリングを小さくしました。いや、これでも足りねえか。